What's up, everyone? マダイの和風カルパッチョを作っていきたいと思います。針生姜にしていきます。ね、そんなに細かく切らなくて大丈夫です。次、白ネギ。白ネギはね、これみじん切りにしていくんで。これドレッシングは先ほど紹介したポン酢とオリーブオイル、ごまを入れます。じゃあみじん切りした白ネギ、これを入れて5分ぐらい漬けといてください。口の内側の方から切っていきます。はい、じゃあ盛り付けていきます。丸い形になってくるんで。そこは皆さんいろんなスタイルがあると思うんで。さあ、ドレッシングをタイの方にかけるんで、こんな感じで。まあ、青ネギの方はもう、こう、散りばめる感じで。針生姜をちょっとこう。タイのカルパッチョ完成です。じゃあ、早速食べていきたいと思います。うん。めっちゃうまいっすね、これ。